後ろに体重がいかないとターンがしにくいです。特にロングボード前に乗りすぎてしまうと全く動かなくなるっていう。例えばですね、ここでここの位置、真ん中よりも前の位置ですね。ここであなたはプロやからラウンドアスカットバックできるでしょって言われると絶対に不可能です。この位置でこのラウンドアスカットバック僕はしたこともないしできないですね。この今の揺れたら分かるんですけど、この真ん中っすよね、ここに踏んだ時点で板がノーズ上がるんですよ。ここに行くと最初前に折った位置よりはカットバックはしやすくなりますけれども全然曲がらない。むしろまだレールを引っかかる状態ですよね。カットバックっていうのは基本ここのレールを使わないとダメなんですよ。こっからの押しっていうのがこの足のスタンスなんですよ。そこはすごいもっと足後ろが行けば行けるっていう。ただ後ろ足を下げるっていうのも大事なんですけども、それだけじゃ曲がらないので、こう一気に曲がって一気に下がるときにですね、こう乗ってる途中で左足、前足が大事になってきます。次は前足を1個下げてこうなりますよね。でターンに入るんですよ。